Oh, that's... すあれ俺放送開始になってねえのこれあいやりちゃん自爆表示されてねえんだけどこれうんあ,あった オッケあああれ俺タバコたっかあよポンタクさん お茶てありがとう。ゲスやばおお疲れ。T ジャック。どう作れたんすかお何どう作れたんすかって。りゅうちゃん何よベンギマンコンテありがとう。今日は寒いよ。風気をつけて。大丈夫だこれめっちゃあったけえから。 のすべのああいいえいいえうんフラントホックお疲れ収益やばいのえっとね25日に入ってくるけどほらあのキャスってさあの 税金引かれて入ってくるじゃん。ダウンじゃないよ、これ。フリース。で、これさ、ここのさ、脇のところチャックがあってさ、チャックで解放できるのよ。こうバーって。熱かったらここビーって開ければいいの。うん。だから、 温度調節ができるうん中から手が出るナイロンなんだろうねよく分かるけどほらほらこっから手が出る脇からうんこれ両側うん これいいで。うん。ノスフェの。うん。両サイドあるから。オレンジ似合う。ありがとうさん。今も売ってますかあ、売ってる売ってる。うん。このシリーズは売ってるよ。この、これ。このワッペンのやつ。 おっと、キャビン、ありがとう、バード、決まった。あらーす。ありがとう、キャビン。やっちゃうよ。けちゃんリスナならね。うん。これで、三万、ぐらいかな。 うん。多分。このワッ、ワッペンがついてるシリーズはちょ、ちょっとお高め。うん。でもめっちゃあったけえよ。ダウンとかいらねえ。これ一発で大丈夫。真冬でもこれ完璧だよな。うん。 俺上まで上げると、ここまで来るから、首も、ワッペンだけいただけなん <laughs> だよ、それ。じゃあ俺よ、これよ2、二着目なんだよ。俺よ、一着目、これ緑色の買ったの。緑色の。おったらよ、 インド人っていうリスナーがいるんだよ、リスナーっていうか配信者くれくれ言ってよ、ブーチ君じゃねえよ。これは、あれだよ、スポリティングとコラボしてるバスケットボールジャンキーっていうメーカーだよ。うん、インド人っていうよ、配信者がってよ、3万その 緑色の欲しい欲しいってずっと言ってくから、じゃ、じゃ、くれてやるよって、俺、ポロって言っちゃったんだよ。で、送ったの。でもなって、納得いかねえなと思って、で、これ、二着目。だ同じ色を買うの嫌だったから、今度、オレンジ色にしようって。アホだろ、俺。 <laughs> 多分そのインド人っていう配信者、これ着てるよ。うん、これの、緑色かな。優しいっつうか。いや、欲しい欲しいって言われたら、おおおおってなるからさ。俺ほら、洋服山ほど持ってるから。うん。 大阪コロナ禍のシャツこれ1枚9800円ぐらいだよ。うん。俺大体 T シャツ1枚大体1万円弱ぐらい全部持ってるものは。うん。 インド人ってあの、薬病神ババアのことって、薬病神ババアじゃねえよ。インド人ってあれだよ。ユイガリスナーだよ。元。あ、今ってか、今ユイがいねえからな。うん。配信者だよ。気に入らっしゃい。じゃあです。カズーは知らねえか、インド人って。 よく配信やってんじゃねえのあっクッキーコンテありがとうございスすあざっ雅に粘着してたやつだねもろぼろ粘着っていうかユイ雅の裁判とか傍聴行ってたりもしてしてたみたいね前回 ああだって結衣がリスナーなの結衣がいなくなっちゃったから俺んとこ着てたんだよ、うん、だ俺には粘着してこねえからいいけどよだからその服欲しいなとか言って言うからよだからいいよやるよっつって俺一回か二回しか着てねえの っつって「ゴーレキーこんにちはういありがとうちゃんきなこありがとう」だまたあれじゃねいの 家が出てきたら、家が、配信に張り付く付くんじゃねえの。あいつでもよ、やさあんのかねえ。徳さん、すみっかありがとぶブス。やさ、家だよ、家。だってあいつ、ガラウケあんのかよ。 だって身内いねえだろあいつ。なあ、原ちゃんよ。五所川原の親父もう死んでんじゃねえのあれ。まだ生きてんのかな結衣がさ、出身がさ、青森県の五所川原なんだよ。これ豆ちな。 だう親父なポンタク。青森の御所川原にいるよ。そこに座る。やめれやん。ま、G メン。お薬ちゃんだから、変な薬持ち込まれても困んべや。俺、やだよん。なんでパクられたくねえよ。きなこありがとー。う <laughs> 決まった。あら。 やだよ女のよ大麻とかもやってんだろ会うのも嫌ですかどうそうなっちゃうよ伊達ちゃんな俺なんか前科十0だろ変に疑われたくねえからよでも南警察俺4回ぐらいパクられてるけど南はよ俺が薬物絶対やらねえの知ってるから ああまあ佐野は薬はねえかなつままねえかなって言ってくれてるからああもう亡くなってんだ親父なごそがらそっかだだいぶ年いってたもんな鮫島かなんかがあのつっついてた頃 だから、ラちゃんだから、お薬代がか、金かかってて、ほんで、パチンカスだろ、あれ。いちばち、あんちゃんだから。おう、みぎちゃん、お茶店ありがとう。パチン、パチンカスだからな。あいよー、こんにちは。 だから、安い方のタイマーにしたんじゃねえの冷たいのやめて。いやいや、出てきてないだろう。いや、出てきたら、ネット界わさわさするだろう。いや、出てきたとしても、配信やるかやらないかで分かんねえじゃん。うん。まあ、でも、手を、 まあ、あ腹のことだから出てくれ、必ず俺にはアクセスしてくると思うよ。おう、うん、な、とか言って。おう、出てきた、とか言って。今度飲み行こうぜ、とか言って。絶対行ってくるから。うん。あ、まあ、おめえ変なもの持ってくんなよって俺は言うけど。いやいやいや、それはいいよ。別に。ガールーだ。 配信サイトバニにゃだから、奥なことやってねえからだろ、う。いやいや、なんか悪くねえっつうんだよ。ああ。<laughs> 少ない遺産金でパイセンと弟が、あれ弟いるからな。ああ <laughs> 詳しいな、グロム。<laughs> 安西ありがとう。今週出所で、違うよ、今日の。 12、13ってあだ名つけられてんだろだから12月13日出所ってネタでみんなに言われただけだよ。来年の春だよ。うん。12月じゃねえから。もう完全に完璧に昨日出所のはもう完全にネタだからね、あれ。12歳13発、原ちゃん。え ネタだよガルーだ <laughs> ビンゴじゃねえか1213でよあれきの誕生日 <laughs> チルペーパーうるすたぬきありがとう配信会もまあ原は盛り上げ役にはいいよな来年の春が満期だろうだから本ん 結局よ、身柄引き責人がいなかったら、満期しかねえべや。来年の春、3月ぐらいじゃねえの。12、13はパイセンの人だからグルムもそうだよ。だから、昨日は、パイセン出所ってみんなわけのわかんないこと言ってたんだよ。ネタだろっ、つって俺が。まあまあ、そういうな。 まあ、いねえ人間のこと言ったもしょうがないけどよ。な。でもよ、そうやってよ、いなくなってもよ、話によ、話題に出されるうちが離れ、配信者は。また戻ってこれんじゃん。キャラクター濃いからな、あいつもな。おう太ってねえよ。 いやーだから、強制協会かなんかが、どっか住居を用意すんじゃねえのうん。法務省の。3ヶ月間だけ。無料で。そういうのあるんだよ。 知らねえお前らまあ俺はさそんなの使ってねえけど俺ほら5年半ぐらい行ってたじゃんだから出社の時にその家がねえやつとかもいたから「お前どうすんの?」とか話してたらいや 法務省に行かなきゃなんねえとかなんだから、ごにょごにゃごにょ言ってたかど。言えなくても大丈夫なんだ。うん。3ヶ月半ぐらいじゃん。だから3ヶ月だよ。生ポはつけるで。ああ、つけるだろうな、当然。うん。申請はするだろう、役所で。あと保護士もつくからな。月に1回は、あれだよ。 行かなななきゃんんねんなちょうど3ヶ月だだから、続く。3ヶ月間の間に、その、教会がいろいろ仕事の斡旋してくれるんだよ。うん。保護士満期だったらつかねえかもしんねえな。 彼尺だったらつくかもしんねえけど。でも、だから、そういう支援はしてくれるよ。あの、だって、捕まえて、刑務所入れて、はい、あと好きにしろって、ポーンってほっぽり出して、家住むとこねえっ,って、また悪いことやるに決まってんじゃん。とりあえず、住むとこぐらいは、用意すんべや。 ま、監視の意味も含めてなのかわかんねえけど。うん。そういう施設があるんだよ。家具付き、のどこ、全部共同住宅みたいなのあるんだよ。コラボ配信楽しい。あ,あ家が一回そういうとこ行ってるからな。前の刑務所出た時。ロエン、おはようございます。風が強くてす、す ああ、静岡お、そう。珍しいな、静岡で風が強いとか。うん。愛知も風、あ、今日南風強いんだ。マジで 藤枝はは藤枝だからな <laughs> 名前の通りな蝶野はだって上の方だろおうんホークお疲れ隅っこ暮らしまさきありがとうまあ 大阪風強くないですか外今日一回も出てねえから。さっき起きたばっかだから。うん。ま、あ気温見たら9度だから多分風吹いてんだろうな。もう俺酒もタバコも今日あるから多分今日一歩も家から出ないと思う。うん。 トムタムお疲れえっ、ー、と風が強くて新聞が飛んでってましたよ知らねえどこの新聞だよ <laughs> 何やだよ みんなユニークだねニュースで見たけど途端剥がれた途端屋根が風ではがれたの風が強くておつまみなしでお酒は普通なのおそう俺食わねえよ飲んでる時は俺配信中に物食わねえからうん「殺し屋いらっしゃいウェイウェイ 横横が剥がれたのトタン板が今時トタンも珍しいけどな。バラックみたいな家か。バラックとも言わねえよな、今な。いやいや、俺んとこコタンしかいねえもん。だって特命学も俺やったことねえから。ミニオンです。 むーちゃんお茶でありがとうソムタムありがとうバード決まったあらーすケニヤマ笑ってんじゃねえよこう見えても俺結構テハマは全部覚えてるからね。ディーズ。ディーズもよく来てくれるよな。チャラチャラ あいから、おもろくはねえんだよ、別に俺は。ただのおっさんだからもう54でもうそういいつ死ぬか死に待ちだからな。うなちゃん、はい。だから寝起きで1時間ぐらいなんだよ。で、飲み始めてんの。 雫はだって俺と飲み行くんだろ生きてって言ってたよ。ふざけたおっちゃんだよ、本当に。俺ね、54歳でね、俺ぐらいふざけた人間見たことねえよ。まだアイドリング中でしたが。<laughs> 28時だから、なんか言ってたからよ、雫がよ。うん。皆さん、オレンジ色似合いますね。<laughs> それは。あ、う、あ、ん あの、目立つ色着てないとさ、よぼよぼ歩くから、俺、外歩くとき。夜車に跳ねられたくないからさ、目立つ色にしないと。うん。絶対なんかいいことあったらないよ。うん。ごき、いや、俺不機嫌なとき配信やんねえもん。基本。でだから今日は出ねえよ。 別にめ、だって用事ねえもん。コンビニ行かなくてもいいんだもん。タバコもあるしよ。うん。食い物がなぁ。なんか、ああ、なんか、どん兵衛一個買ってきたよ。うん。なんか、天ぷらうどんかなんか。まあ、いいよ、天ぷらうどん。28日の夕方に連絡するね。あいや。 出るとしたって、ホークな。俺行くところって言ったら、花道行くか、まあ、俺の行きつけのボトルキープしてある、イチコイじゃねえや、二階堂ボトルキープしてる花道っていう居酒屋があるんだよ。こっから歩いて5分、あ3分ぐらいのとこ。ろか、スーパージャップか。ま、その2軒、どっちか行だい大体俺いるから。うん。 寝る時間バラバラだよ。翔ちゃん、おだいです。別っいいな。いや、だって、そこの大将俺の知り合いだから。もう12年だな。狸、長いな、俺な。だから、東京42年で、大阪12年だから。で、今54だから。 数字合ってんだろあーず、お茶てありがとう。早えよ。マジでよ。プリマベーラが懐かしいだろなあ。はい、ブロックです。さようなら。そのためにこっちを開けてるんだよね。わかってないよね。バカが。 1> 1個目でるお俺だって42の時に大阪来たんだもんああそうだよ俺42の時に大阪来たんだよいや大阪の方がいいなあの時はイケイケだったな おバリッバリだよお前。やったろおら俺らみたいな。なんだ俺らーみたいな。うん。若いって怖いな。部長ちゃんがいた時が懐かき。うん。ピーナッツおっちゃってありがとう。すごくかっこよかったな。 ああ、東日本大震災の時は、東京。俺だって、配信中だもん、あれ、東京で揺れたの。配信やってる時にガチャ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 って揺れたんだから。常に半裸だったよね。だから、あの、ニコラマは上半身裸でもいいわけ。俺だいたい基本的に配信中、服着、着ないから。かむ、収益やばいの。 おぉ。あんばよくねえな。そうそう。ガッチャ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 ってなって、娘とケロちゃんが出てきて、お前テーブルの下入らっつって。そうそうそう。おい、地震来るかもしんねいとか気をつけとけよって、俺言ったんだよ。 だから、うな、地震来るとか言うんじゃねえよって、おめえが言うと来るからって。だって、熊本の時も俺言ったら来やがったろなんか死んねえけど、胸騒ぎするんだよ。ナマか俺うん。いや、うな、うなぎだからじゃねえけどよ。うん。 どう余計なこと言うんじゃねえよって言われるからおおってうん怖いんねまあ一応な事前になんかな胸騒ぎがするというかさごきだな俺んとこでデジ立川でうん。<laughs> 森友哉の FA、<laughs> そっちはどうかな、うん、まあまあ、行きたいところ行きゃいいんじゃねえの。野球選手は、稼いでなんぼだから。だってよ、組合よ、野球選手なんて、あの、選手時代に、寿命短いじゃん。怪我したら終わりだしよ。だから稼げるうち稼いとくやいいんだよ。うん。 いや、地震は子供の頃からってこといやいや昔は知らねえよ。うん。あーそうなあ、うのああ。あれな計画停電だろあれは、あれはな政府の捜査だからな。いい あれは、印象操作をやったんだよ。本当は電力足りてんのに、ね。原発事故を起こして、原発自体を否定的な、左翼を騒がせないために、やっぱり原発必要だよねっていう方向性に持ってこうとしたの。 操作したの印象操作。ほら見ろ、原発全、電源を落とせや、こうなるんだよ。でも、不思議だろテレビ局だけ、電気あったろテレビだけついてたろあれって、なんねなあ また20年延長しようとしてんだろ不思議だろくせえだろやってることがああ。利権だよ。だからそういうのはみんな深読みしねえとダメだって。もうみんなさ、だからみんな素直すぎんだよ。俺、裏取りとか好きだからさ。なんでこんなことやってんのかなって、ちょっとふと不思議に考えてみるわけよ。 だから政治家とかも、なんでこんな発言すんのかな、みたいな。うん。でも、基本的に政治家って大体バカだから、大体突き詰めて考えりゃ、すぐめくれるから。うん。そうよ。ガテンが行くだろ。 なるほどね。だって、原発利権ってあるんだよ。だから、原子力委員会とか、あんなのみんなおめ利権で食ってんだよ。東芝だって、日立だってよ、原発に、バンバン、金、 突っ込んで、突っ込んでっていうか、そっから利益得て生きてんだから。いや、汚ねえ奴らだなって言うと、お、ま、前、あ、しゃあねえよ、そりゃよ。そうだろうん。で、原子力委員会とかさ、なんかさ、名前だけ一丁前の奴らが、並んでんだろ 調べてみ、ろくなやつじゃねえよ、みんな。肩書きだけは一丁もええだけど、だいたい頭バカバカだから。ああ、そうそうそう、政治ああ。原発関連企業はやべえ本当に。だ、福島がいいようにやられたんだよな。F1 も F2 も。 F1, F2 っていうのは、福島第一原発は F1 って通称言われてる。福島第二原発は F2 って言う。リッキー毎度焼肉いらっしゃいコンテありがとう いや、さすがっていうか、だって、考えてみればわかんじゃん。だってさ、福島さ、原発の、道路あんじゃん。ドカーンって、もうバッチリ整備するわけよ。街もバチーンって金かかって、整備するわけじゃん。希望の、ん 希望の、なんだ、原子力、希望の街とか言って、看板がついちゃってたぐらいだから。で、助成金が国からドーンって、街に落ちるわけじゃんかよ。双葉町とか、あの辺に。で、町民はそれで潤うんだよ。で、職もあるわけじゃん。だって、元々何の仕事もねえよ。農業しかねえようなとこが、な。 だったのが、原発の作業やったり、今度はそこに職員がいっぱい来るから、そこで夜はその作業員たちが飲み屋が栄えちゃって、スナックだらけだって。だ,だから福島なんて、あの辺スナック祭りだったよ。そうだんべや。 ああだってやることねえなチャンネル置いときゃお前みんな来るんだからああだって遊ぶとこねえんだからわかりやすい構図だろうあ,あ,あダッシュ あれも福島だったからなくな <laughs> でもあれももうあのべくれちゃったからダメだよな <laughs> クシム どんどんタレントがくれくれマンになってきたな、チャンめン。ああ、みんな結局ユーチューバーになってきてるよね。お前らさ、芸、芸能人なんだったら、芸事で稼げよって話じゃん。なあああケッチな。おい焼肉、お茶てありがとう、おろ 芸能人って言うんだったら芸をやれや。な。何が YouTuber だよ。バカかよ。いや、小林幸子はもうなんかロボットだからいいんだよ、あんなの。じゃあ、無人と使ってんだろうん。もう、またなんかやるんだよ。 マ芸能人なもう芸能人が YouTuber になるのって普通だもんな <laughs> な何だってほら今はさ営業ができねえからここのコロナで前までさ営業で ちょいちょい小遣い稼げてたんだよ。芸能人って。だってこれ、これ。なんでだろうなんでだろうな,な、な、なんでだろうあれ二人でよ、年間二億円だぜ。稼いでんの。すげえべ。な。外で。えぐいぜ。ほんとだよ、これ。ガチだから。 もう、これで。ああ、美味しいから。テレビよりも全然稼げっから。ああ。ふわっちのせいかのうかんないけどね。うーん。まあ、基本的には。ゴーちゃん、コンテありがとう。あれ一本ってすごい。うん。 あれ歌もうまいしな、あいつら二人な。うん。まあ、鉄板ネタだよな、これな。やっぱ、うん。KP 商法、票登録しとけばよかったですね。あ、俺いいんだよんなの、みんな勝手に使えばいいんだよ。はるちゃん、コンテありがとう。 うん。リズムいいね、こんにちは。ありがす、どんどんそうそうそう。なんでだろう、なんでだろう、ななななんでだろう。リズムがいいよな。頭に、あの耳に残るよな。いや、俺も、 くれくれ、知ってもいいけどよ、なんか悪いかなって思うからよ。うん。いや、嬉しいよ、俺だってこれで食ってんだから。なあ。だけどよ、どっかの女配信者みてえによ、ちょうだいちょうだいとかさ、欲しいものリストとかさ、ね なことはやりたくねえんだよ、俺は。俺は、それは、な、なんだろうな、なんかね。ちんまい、ちんまいってち、ちっちゃなプライドがなんかあるんだろうな、俺は。うん。いや、本格的にクレクレしたらどうかな 女配信だ、だいたいくれくれで、もう何にも出さないですからね。ああ <coughs>。う,う、う野鳥の会になったら、見るのやめ、カチ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 だって。それ青白猫をディスってんじゃないよ。おい。<coughs> うう。やめなさい、だってちゃん。 はい、キャスん、特命さんありがとうおいやめなさい、野鳥の会になったら、見るのやめますって。<laughs> おい。ディスってんじゃないよ。青汁は青汁で頑張ってやってんだから。あれで食ってんだから。あいつは仕事してねえんだから。だからそこそこ稼いでんだろうん。 山、まあ、好きな配信者ができるじゃん。それがなんか欲しいものリストとか作ってると引いちゃうやっぱり。なんだよ、結局そういうことかよってなるのか。俺は作んねえからな、そんなの。そんなもんてめえで買えばいいもんだから。収益でな。 なんか、ただで上から降ってくるわけじゃねえからさ。うーん。欲しいものリストを見るのは好き。こいつどんなもの欲しがってんのかなとか、今日の。ええー、こいつこんなもの欲しがってんのみたいな。<laughs> ペリのエンジン音でモノマネ王座決定戦出れますよ。だからそれは違うだろって言うんだよ。 あれやると、あの、うるせえから、俺が、あの、で、いろんなことが分かる感じ。ああ、リスト見て、この子の方向性が分かるってことか。その人の、どっちへ向かってんのかとか。なるほどね。分析だな。おレフトアラウンがかかってんだ いいね、俺大好き「マル・ウォールドローン」ビリー・ホリデーに捧げた一曲一人ぼっちで行ってしまった「Left Alone」名曲だよね配信見て欲しいものリストでバイバイ アホかよそん、誰だよ、それ女配信者アホか意外だなーっていうのもあったり、あー、なるほどね。うなちゃん、なんか欲しいもの俺、大概、欲しいものは自分で先買っちゃうから。大概のものは俺、家、だから物に溢れてんだよ。女配信者決まってんだろ、バイオとか。